スパイダースイーツ即売会、売り上げは 全額本物の雲に寄付されます。どういうこと？買えるんです。あ、そういうことか。え、なんで？何のために？スパイダースイーツってことはでもご飯ってこと？こっち、そのお金持ってない。うん、足りない。でもなんかやってみたい気がするけどね。なんこれだから、なんかやったら後になんかがつながるみたいな。7ゴールド乗せてみる。別に16あるからこっちはいけるし。そうですね。じゃあやってみましょうか。最初はあんまりお金関係ないもんね。ドーナツを買った。お、ドーナツというアイテムも手に入れた。あ、スパイダースイーツってそういうことか。ドーナツ2個ですね。もう1個、もう1個。おぉ、ほら、見やせるようになってましたわ。あ、何も切れるかな。はい、変わってましたね。とても便利。僕もそう思うけど、逃がすというのは戦うという意味。戦いたくないってことね。はい、っていう意味。うん、うん、戦いたくない気が来るかもけど。逃げてくれればいいですけどね。あら、電話だ。もしもし。最近お掃除をしていなかったから散らかっていてごめんなさいね。うん、急にお客様が来るなんて思っていなくて、いろいろなものが落ちていると思うけれど、気に入ったものがあったら拾ってもらっていいのよ。あら、ただし本当に欲しいものを見つけた時のためにポケットには空きスペースを残しておきなさいね。あ、ちょっと、うん、スパイダースイーツ2つも取っちゃったの間違いじゃないですか。もしかして。いやいや、あれは後々本当にパンチが、パンチがスイッチは1つ、1つだっけ。どうしたの？このどれかがスイッチってことですかね。うん、あら、ベジトイドが現れた。ベジトイド、怖い顔してる。こいつは殴りてない。いや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 。こいつ殴りてる、こんな。いや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 、もうすでに黄色い名前かもしんないじゃないですか。そんなことなかった。ディナー？ディナー？クラウ。クラウって何？食べるってことです？ぽいね。うん、え？行動？話す？うん、体力ないね、マリン。うん、大丈夫大丈夫。野菜は喋れないんだよ。喋ってるじゃん。うまい、うまい、うまい、うまい。ミステリアスな意味を浮かべた。確かにミステリアス。え、もうディナーか食らう。やってみます。ディナー、お腹をさすった。体にいい食事を出してくれるらしい。え、優しいじゃん。緑の野菜を食べてね。緑回復できるじゃないですか。あ、やばい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 、やばいぞ。終わっちゃうかも。回復、回復、もう一回行く。え、実は食らうのが、食べてくれてありがとうみたいな。食らっちゃうかも。もう少し弱らせないと食べられない。弱らせたら食べられるんだ。はいはいはい、レジだもんな。あなたの健康を応援します。応援してんじゃない。優しいじゃん。もう食えんじゃない。でも弱らせないといけん。弱らせる。じゃあ戦うしかない。話す。ディナー、そっか、ディナー、ディナーだもん、やっぱりディナーですかね。緑のね、やつ、緑ね。え、でも危険だよ。危険ですよ、これ。あー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 チーって。チーって小さ、け、けたけた笑った、笑った。あー、もうそれが正解だったんだ。うわ、いや、1って。綱渡りしたな。回復しときたいですね。したいですね。これ本当危ないよ。回復しないの？戻るしかないです。なんかアイテム食べられないんですかね。ドーナツとかわかんないですけど。スパイダードーナツ、スパイダードーナツ、おいしいな。ユース、ユース使う。あ、ほら、よかったー。じゃあよかったじゃん。回復したー。確かにスパイダードーナツ持っててよかった。あ、ベジトイド。
お。ああ結構今回簡単そう。ああ危なかった。よかった。あもう早い。いけますね。攻略法が分かったぞベジトイドは。んどこ入ればいいんだ。あ右ね。あっち下はなんだろう。ねなんかありますね。でも右上にスイッチがあるな。ベジトイド。出たベジトイド。優しいな。やっぱりね、こう、もともと争いがあった種族とはいえ、うん、みんな、あれですよ、争いたくはないんですよ、きっと、本能的に。下なんだろうな、なんか何があったの下、なんか、なんかありますね。敵がいそうだよ。敵なのかな。おルークス、にじり寄ってきた。あれ似てない？ん？あまあでも大体こういうモンスターいるでしょ。からかわない。こってみます。ひどい、なんでそんなこと言うんだ。あーダメだったみたい。からかわないやっと分かってもらえた。あ、少ない。どういうこと。これでいいのかな。ちょっと見つめて。おー、オッケー結構気が弱いモンスター多いです ね見た目と違ってねえ。あれスイッチ押しました。押してないですね。押してない出ちゃったかって。なんだ、何かが作動したんですね。あーいけるようになった。これ下見たい。そうですね、一応見てみましょうか。あーこんなところにいたの。落ちて立てなくなっちゃった。構わず行ってよ。あ、そっか、お化けだから飛べるんだ。はぁ、あ、なんかこの先もあの子会うことありそうです ね同じ子なのかわかんないですが。いや、同じでしょう。同じかな、うん、人形スイッチだ。いやまだダメでしょ。まだダメ。上を読んでみてくれ、ね、あ、そういうことね。橋の扉は出口にあらず、入るたびに視点が変わるのみ。あ、ループしちゃいますよってこと。出た、これ見逃すやつだ。さあ、リズムに合わせて。よいしょ、おいちに、おいちに。ちょっとブレイクダンスしてた。かわいい。これでもう見逃せるんじゃないですか。かわいい。あの子かわいいなぁ。これは出口にあらず。視点が変わるだけ。だって。うん。どういうことだ？ああ！え？視点が変わるだけ。え、なんか突然難しくなったぞ。試した時の視点が変わっただけだよね。押すよ。うん。これはそのまま落っこっちゃって。これなんです、正解は。え？ん？何も起こらない？とりあえず視点を変えてもう一回。ルークス。うつろな目でこちらをじっと見ている。視点がこれで変わって。なんだ？でもこちら子にってことですか、今度。え？どういうこと？視点変えた後に看板見たの。あ、確かにあっちの看板読んでなくないですか？ん？一番上の柱の裏に青いスイッチがあったはず。ん？これ。青いスイッチを押すべし。一番上の。5ゴーグルドももらえる。そこにあるのかな。お、あ、いた。あ、そういうことか。ナイス。探せばよかったんだ。出た。うん。赤いスイッチを押すべし。あれもうあるじゃん。うん、ありますね。それで、よし、オッケー。順調。順調ですよ。ちゃんと看板読めば大丈夫ですね。緑のスイッチ。どっちかわかんないぞ。うん。こ
全然置いてある場所違う？いや違うなぁ。もう押すしかないのか。あ、正解だったみたい、うん、そうですね、今のやつ、さっきの前の部屋の右時計、右に90度時計回りに回転させるとあさっきの部屋と同じなんで、そうだったんですね。理屈わかってたの、ジャス君。なんとなくね。あら。逆さま。大変、予定よりずいぶん時間がかかってしまったわ。あ、やばいやばいやばい。見つかっちゃったよ。あれ。あ、やばい。まあ、一人でここまで来たの、怪我はない？あら。じゃいらっしゃい。回復してあげましょうね。優しい。うん。ほったらかしにして、ほんとごめんなさいね。いいよ。あなたを脅かせようなんて考えた私がバカだったわ。カバだったのかな。カバじゃない。うん。サイっぽいけど、その、これ以上隠しても仕方ないわね。こっちをついてらっしゃい。どういうこと？え、食べ物用意してくれたんですよね。待って、なんかセーブがここにあるってことはなんか怖いですよ。大丈夫。本当です？信じて大丈夫。いい匂いでしょ？お前が飯だよ。いや、なりそうですよね。サプライズ！バタースコッチをシナモンパヨを焼いたの。うん。あなたが来てくれたお祝いにね。ここで楽しく暮らしてもらいたくて。だから今夜はカタツムリパイは我慢するわ。人間のパイが増えるからな。さあ、会いたいって他にも見せたいものがあるの。いやー、悪いことしか浮かばないぞ。だってこんな家が、こんな綺麗な家があるのにあんな場所で一人ぼっちに。まだ音がない。あーあーああ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 いや、絶対悪いことが起こる。絶対に。あら、え、部屋もある。あなたの部屋を気に入ってもらえるといいけど。あら、あ、頭撫でてくる、うん。いい話だ。怖い怖い怖い。焦げ臭いわね、大変。早かったね。うん。早かったよ、今。いや、やっぱ見ちゃいけないものがあったんですよ、絶対に。人間の骨とかですよ、きっと。電気消せる。電気。消したら隠れられるとか。え、お、寝れる、寝れる。あれ帽子までこれ。あ、帽子じゃねえわ。シナモンパイが。あら、寝ちゃったからね。置いてある。え、優しい。私、監禁されてない？あ、大丈夫だ。優しい。え、今のところ何も。あ、赤い文字？シェアリエルという名前らしい。椅子が？椅子が？丸がついているところ読みますか？はい。日記を読んだ。スケルトンはどうして友達が欲しかった？あ、これ重要じゃない？うーん。スケルトンはどうして友達が欲しかった？寂しさが骨身に染みたから。他にも似たようなダジャレがたくさん書き連ねてある。あ、じゃあ忘れていいな、これ。あまた後ろから来るかもな。日記読んだわね。怖い人だったのかな、うん、あ、ガマ。水辺に群生する皮脂植物、円柱型の茶色い穂をつける。ん？どれ植物の？それがガマっていう植物の。ガマ。ウォーターソーセージ。へぇトリエルの靴下が変態って言われましたけど。ツンデレ属性。植物なのに？あ、なんか書いてある。改装中。鏡だ。いや、もう怖い怖い怖い。自分だ自分だこれ怖い。怖いな。シュッて出てきそうですもんね。ね植物が好きなんですね。いっぱい飾ってある。こっちの下に、死体がいっぱいあるからだ。もういつも来るんだ。上の部屋で遊びましょうね。これは一回やつをどっかにやらないと。やっぱ絶対なんかあるぞ。なんか隠してるぞ。隠してる。古いカレンダーだ。あ、穏やかな風景。
ぱい一切れ。白い動物の毛が詰まってる。怖っ。適当なページを開いて。お、バリアの中に閉じ込められた我々はさらなる攻撃を恐れ退却した。昔の話ですかね。そして地底の奥深くへと進み、やがて洞窟の行き止まりにたどり着いた。洞窟の、うん、我々はそこを新たなホームタウンとした。町の名前はホーム。我らの王は偉大だが、ネーミングセンスはいまいちだ。まんまだもんな。外に出るしかないってことですかね。え、何だったんだ。なんかあるよね、まだね。ね。でももう進んじゃっていいってことですかね。下に行けないから。まだ、あれに話しかけてない。そっか、トリエルに話しかけてないから。あら、もう来たの。新しい家族ができてとても嬉しいわ。あなたに読ませてあげたい古い本がたくさんあるの。とっておきの虫取りってスポットにも連れてってあげましょうね。うん、あ、虫取りスポットか。それからお勉強私が見てあげますからね。うん、意外かもしれないけど、実は学校の先生になるのが夢だったのよ。あら。そんなに意外でもなかったかしら。とにかく。顔変な。あなたとここで暮らせてとても嬉しいわ。うん、何かご用かしら。あ、これ聞いたらあれかな。失礼。でも、なんかもう完全にね、うん、うちの子にしちゃおうって感じですもんね。これ聞いたらもうやべえ、やべえんじゃない。もうセーブしてあるから。じゃあ。何を言ってるの。今日からここがあなたの家をするより、今読んでるこの本のお話をしましょうか。カタツムリ72の使い道っていう。聞きたくないけどな。遺跡から出たい。これ出たいとかもう言わない方がいいと思う。多分もう逆上して本当にその死体がいっぱい地下に詰まってる。でもそんな気もする。うん、お、豆知識を一つ。カタツムリはね、舌がチェーンソーみたいにギザギザなの。へえ。はじたかな。うん。奇跡？面白いでしょ？面白い。気分よくなるでしょ。でもこれじゃあ一回セーブして聞いてみます？次回もう一回聞いてみる？はい。あれ？はぐらかされた。いやでももう、どこ行くの？で、そしたらもう完全下フリーだよ。やった。そういうこと？し、いた！お家に帰る方法を知りたいのね。やばい。この先に遺跡の出口があります。その向こうは地底の世界。一度出たらもう中へ戻れません。ほう。これから私はその出口を壊します。どういうこと？もう戻れない。もう二度と誰もここからいなくならないように。いい子だからお部屋に戻っていなさい。いやここに落ちた人間は皆同じ運命をたどる。私はこの目で何度も見てきました。ここへ来て、ここを出て行って、そして死んでしまう。どういうこと？あなたは何も知らないの。この遺跡から出れば、あなたは彼らに、アズゴアに殺されてしまうわ。アズゴア？なんで？これはあなたを守るため。分かってちょうだい。お部屋に戻るのよ。止めても無駄よ。これが最後の警告です。壊す必要はないでしょ。どうしても出ていくというのね。あなたも残る手段を一つ。納得させてごらんなさい。あ、強さを証明するのよ。突然ここで？ここで。ちょうど時間が半分だ。納得させる？来るぞ。さあ。いやでもやっぱ行動を取り得る。話す。適当な話題を思いつかない。頑張って。くるくる。アンチがあったぞ。魔法攻撃を準備している。分析。これはあなたを守るため。うん、アタック80、ディフェンス80。めっちゃ強い。楽に立たなかったな。おー
もう二度通用しない、二度通用しない。怖い怖い怖い。四も減ったよ。話す話す。もう一度話しかけようとしてみた。してみただけかーい。気をつけて気をつけて気をつけて。あーダメダメ、あー危ない危ない。目を合わせようとしない。でもこれ話しかけていくのがいい気がする。皮肉なことに話し合いでは解決できそうにない。こぶし混ぜるしかないだろ。いやー、なにこれなにこれ。ダニエルは態度がよそよそしい。モンスターの飴食べる？あ、バタースコッチパイ。思い出の。自分かー。自分か食べるのかーい。いや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 。来るよ。いや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 。いやいやいや。おー。よそよそしい。やっぱもう話しかない。ね。あ、もうダメなんだ。話し合いはもうダメなんだ。拳で拳。拳。うまい。拳交えて。大きく息をつ、でもこれ時間稼ぎでなんとかなりそうじゃないですか。本当に？こっちも頑固だよみたいな。アイテムは回復なんだな。話すしかないよ。話す。じゃあもう一回ワンパン行こう。ああ。うまいうまいうまい。危なかった。え、準備してるぞ。どうする？お二人はどうしたいですか？いや、もう分かんないやったらもう一回拳交えた方が逆に仲良くなるよね。逆に仲良くなる。逃げるって手だよね。逃げるね。いや、逃げられないんじゃないかな。逃げられないか、うん、逃がすわ。でも黄色くもなってないし。でも、言ってまして自分で、うん、黄色くなってなくても、あ、自分じゃないか、逃げられる。じゃ逃がそう。逃がす。てんてんてん。ええぇー。痛い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 。どういうこと？モンスターの飴、まあ相手にあげるやつかな。自分じゃないかな。自分ですかね。食べてみていいよ。食べるのか。はい、満タンかよ。逃げて、逃げて別の方法を探すってことかな。うん、うん、そうね。じゃあもう私は家出だ。他の道を探すんだ。すぐ来るよ、俺に。お、ここだけの話だけど、トリエルがここから出てくの見たけど、え、お食料品の袋を抱えてたけど、でも何に使うつもりか聞かなかったけど、話しかけるなんて恐れ多いけどよ。え？どういうこと？どういうことなんだ？フリエルがやっぱりすごい何か権力持ってるのか。え？え？おもちゃのナイフ。おもちゃか。おもちゃだからでもね。よかった、おもちゃで。え、な、でも行き止まりだ。戻って。え？これちらつかせる。ちらつかせて。え、ね、つって。言って。あ、あなたが壊すなら私はここで腹を切るみたいな。もう持ってきたの。お、逆に脅す。来た。はい。え、アイテム、アイテム、あ、これだ。装備した。装備してどうするの？最強の場所ね。え、でもどうするの？あ、で、戦っおもちゃだから痛くないんだ。あとかじゃないかな。やってみる。はっ、あ、ま、う、まあ、いっか。攻撃できてるよ。あーあーあー、攻撃しちゃった。マジか。悪いけど攻撃。いや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 、おもちゃだからいいと思ったんですけど。俺がずっと殺さずでやってきたのに。いやいや、まあ、まだ倒してないんですから。どこ行くんですか？どうしたんですか？いや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 、すごい。え、食らった？食らっちゃった。やっぱ一回攻撃しちゃったからかな。ほら、もうダメだよ。もう大きい。あ、を装備してたのを入れ替えたの。 あ、じゃあおもちゃのナイフの方が殺傷能力が高かったのかもしれない。どういうこと？もう完全に倒すしかないよ。が、もうこれ、おお、せっかく倒しきれないよね。おじさん、道はあるんですか？はい、本当に誰も死なない道は。一
今の状態で、うん、あの別に何かに取りに戻ったりとかもせずにこのままあのトリエル倒す必要はないです。だから話す、ずっと話す、ずっと話す、ずっと話すんだな。ちなみにですけど、相手が黄色くなってなくてもあの進行してる場合もあるんです。そうなんだ、やっぱり目立った10で見て、さっき全回復しましたけどね。よし、ちなみにですが今、話すを連打して結局右に入ってます。じゃあもう違うんだ。戦う以外にやれる選択肢としては逃げる、逃げるだと離脱してる、じゃあ逃がす。やばくないですかこれ、体力やばいよ。やばい、無理だよ。あ、なんか会話変わってきた。いや、どうしたらいいの。あー、もう一回、もう一回言ったら終わりだ、これ逃がす。お、ハテナ、怖い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 。戦うか逃げるかしなさい。でもどうしたらいいのこれ。やばいやばい、感じ目を合わせようとしない。逃がす、力を証明するんでしょ。おー、逃がす、戦うつもりがないなら逃げて。あ、もうやだ、これやだ、これやだ。ループじゃない、ループではない気がしますよ。やめなさい。いや、もうもうもう、そんな目で見るのはやめて。いや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 、やばい、いやいやいや、逃がず、逃げなさい。いやいやいや、ちょっと待って、あの傘みたいな、てんてんてん、いやもうループじゃないわ、もう待って待って、あれでもなんか攻撃が当たらなくなった、うん、攻撃当たんなくなった、当たらなくなった、なんか悲しい目をしてる。信じた。分かってるわ。あなたが、お家が、あなたはこお家が恋しいのよね。でも逃がす。お願いだからお部屋に戻って。逃がすばっかり。逃がす。私がちゃんとお世話をする。約束するわ。確かにここは何もないところだけれど。私たちきっと楽しく暮らしていけると思うの。逃がす。これ以上私を困らせないでちょうだい。お願いだからお部屋に戻って。笑ってる？私本当にダメね。子供一人満足に救えないなんて。え？おい？いいの、わかっているわ。一生ここで暮らすなんてあなたは嫌よね。慣れてしまうと遺跡はとても狭いところだもの。ここはあなたにとって良い環境とは言えないわ。うん、私の望みも寂しい気持ちも心配も。あなたのために今は全部忘れましょう。あれ？どうしても行くと言うなら、私はもう止めません。でも一度この扉の外に出たら、二度とここへは戻らない。いやいやいや、もう終わっちゃうっしょ。わかってちょうだいね。あ、キューってしてる。ハグ。さよなら、私の大事な子。早めに終わったんじゃない？いい人だったんだ。本当に。エンディングじゃないですよ。ハッピーエンドでしょ、これ。もう、セーブシーンに戻ります。でも、もうなんか空気的に行っちゃっていいやつ。さよなら、トリエル。行っていいと思うよ。さよなら。長いね。怖い。なんだろう。長いね。長いですね。おお。ああ、フラウィーじゃない？ザソメ。なるほどね。感心したよ。君、自分ではうまくやったつもりでしょ。
ってもこの世界では殺すか殺されるかだ。たまたま自分のルールが通用したからっていい気になるなよ。たった一人の命を救ったからってさ、ふふふ。さぞかしいい気分だろうね。君は今回誰も殺さなかった。あれ？だけどさ、もしも殺人鬼に出くわしたらどうする？やってるよ。そいつに何度も何度も殺されて、とうとう心がくじけたら、その時はどうするの？苛立ちに任せてそいつを殺しちゃう。それともこの世界を完全に見捨てて、僕に支配させてくれる？なぜなら僕はこの世界の未来を担うプリンスだから。心配しなくていいよ。君を殺して力を奪うつもりはない。それよりもっと楽しいことをするつもりさ。え？どういうこと？ん？このお花はとても重要なキャラだったというか。あれ出ちゃうよ。人間界行っちゃうじゃん。出れるぞ。なんだ？え？え？え？バイトゥーバイフォックス。え？さあ、おいちゃん、そういうことです。今までのがチュートリアルです。え？あんなに苦労したのに？チュートリアルだったの。いや、でももうクリアでしょ、だって。人間界に戻ってきて。まあ、確かにもう地上出ましたからね。帰るだけ、うん。地上じゃないです。え？あいつ、嘘つきやがった。いや、誰も地上なんつってないです。え？出口って言ったでしょ？出口じゃないの？地下の、その、魔物たちが住んでる世界への、まあ、出口というか、まあ、逆を言っちゃえば入り口みたいなもんですよ。遺跡からの出口なだけで。また騙されてしまった。でも、いい人だったんだ、じゃあ、トリエルは。次回、うん、ちょっと、いよいよここからスタートですから。よし、ね、やっていきましょう。はい、やっていきたいと思います。アンダーって、ね、皆さんもよかったらやってみてください。ということで、本日はここまで。また次回お会いしましょう。バイバーイ。次、楽しみです。